こんにちは、なのかです。今日はいよいよアイラブママの雑誌撮影も目の前になり、今日から1週間ダイエット企画をやっていきたいなと思います。これまでも食事を気をつけてたりとか、あと今ジムにも週2で通っていて、まあ、本当に雑誌に向けてこれまでも頑張ってきていたんですけど、もう本当に目の前ということで、ちょっとこの1週間さらにちょっと体を絞って頑張っていきたいなと思います。で、今回私がやっていくダイエットなんですけど、1週間置き換えダイエットをしていきたいなと思います。このダイエット方法するのが2回目になるんですけど、前回もその置き換えダイエットをして、で1週間で 2.2 キロのダイエットに成功して、なのでちょっと今回も置き換えダイエットとかファスティングって聞くと食べれなくて辛いんじゃないかなっていうイメージがあるかもしれないんですけど、私一回実際やってみて、置き換えダイエットって言っても3食のうち2食はご飯食べれるし、でこれ1週間で7日間やるんですけど、この置き換えでドリンクだけで過ごすのはたったの1日なので、本当に1週間という間で全然苦じゃなくて、体重の減りも、1週間で 2.2 キロ減ったりとか、私的にすごくいいなと思ったので、今回撮影前にもう一回やりたいなと思って、これから1週間ダイエット企画ということで YouTube の撮影もできたらなと思って、1週間撮影していきたいなと思います。で、毎日体重測定と食事内容3食動画にしていきたいなと思ってます。私がやるダイエットはサラダボウル専門店が出しているワンデークレンズセットっていうやつがあるんですけど、こんな感じでカレンダー表があるので、本当にこの通りやるだけなんですけど、これにも書いてあるんですけど、ご飯は7日間準備期と1日ドリンクだけで過ごす日と回復期を含めて7日間あるんですけど、本当にドリンクだけで過ごす日はたったの1日 でそれ以外はご飯も食べられるので、本当に苦じゃなくて、あっという間1週間本当にあっという間に終わるし、あと私前にやって思ったのが、やっぱり食事面をすごく気をつけてたりとか、でその1週間水を毎日2リットルしっかり飲んでいたので、肌の調子がめちゃくちゃ良くて、でそれも本当にいいなと思って、ちょっと撮影前にもう一回やりたいなと思ってたんですけど、私はこのカレンダーには朝スムージーを置き換えるようになってるんですけど、夜の方が効果が出やすいみたいで、なので、夜前回と同じで夜ご飯をスムージーに置き換えて、で朝と昼は軽めの食事、前回も気をつけてたのが食べるものにも気をつけるんですけど、軽めの食事なので腹8分目を目安に気をつけつつ食事をとっていたんですけど、最初の2日間は夜だけスムージーで、朝と昼は軽食っていう感じになるので、ちょっとこれから1週間このカレンダーに記入しながら、ちょっとダイエットを頑張っていきたいなと思います。はい、頑張ります。1日目の朝です。さっき起きたばっかりなんですけど、もう本当に寝起きすぎて髪の毛がボサボサなんですけど、これから体重を測って、で1週間置き換えダイエットをして、で毎日体重測定をしていきたいなと思います。でちょっと今日からなんですけど、頑張っていきたいなと思います。頑張るぞー。はい、ということで1日目の朝です。測っていきます。47キロ。これから1週間7日間頑張っていきたいなと思います。
と朝ごはんを準備していきたいなと思います。こんな感じで紙が入っていて、今日は1日目の朝なので朝スムージーに置き換えてるんですけど、できそうな人は夜置き換えした方が効果があるみたいで、夜スムージーを置き換えていきたいなと思います。朝とお昼は軽めの食事で、夜をスムージーに1日目はしていきたいなと思います。で、朝はまずちょっとやっぱタンパク質をしっかり取りたいので、今パーソナルのジムにも通っていて筋トレもしているので、筋肉量を極力落としたくないので、食事もちょっとタンパク質はしっかり取ろうかなと思ってます。このヨーグルトめっちゃ美味しくて、ギリシャヨーグルトってちょっと高いと思うんですけど、トップバリューのやつはギリシャヨーグルトの中でも安めで美味しいので、私これよく食べるんですけど、いろんな味があって、今日はバニラにします。朝はちょっとこの私が大好きなゴログラ、これ糖質 60% オフなんですけど、グルグラって結構脂質が高かったりとかして、でだけどそのフルグラの中でもゴログラの糖質 60% オフのやつは1食分 50g なんですけど、タンパク質が 16.6g 取れて、で脂質が 6.7 なので、いろんな商品を比べたんですけど、市販のやつのフルグラの中で一番脂質が低くて、でタンパク質もしっかり取れるし、大豆なので、食物繊維もめっちゃ入ってるんですよね。食物繊維も取らないと便秘になったりとかするので、結構そのタンパク質と脂質と食物繊維も気にしてみるようにしていて、やっぱり今雑誌期間前で食事もこれまでもずっと気をつけてたんですけど、食物繊維もこれ 12.5g も取れるので、ヨーグルトとゴログラでしっかりタンパク質を摂取して、だっこ？だっこがいい？だっこする？おいで。みんなにおはようございますって、こっちゃんもお着替えしました、おはようございますって、おはよう、おめでとう、おはよう朝一緒に食べようね、うん、ね、朝ごはんを作って食べていきたいなと思います。はい、完成しました。おいしそう、食べていきたいなと思います。待って、いただきますね。美味しいね、ママもこれ大好き。よくもやっちゃう、ね、今日バナナ美味しいね、バナナ、うん、ちょうど食べ頃だ。ママ見ね、うん、美味しいね。1日目の夜でスムージーを飲んでいきたいなと思います。ファスティング始めて、2日目の朝です。体重測っていきます。で2日目の朝は 47.3 キロでした。ちょっと今日も頑張っていきたいなと思います。はい、ということで2日目の夜ご飯です。スムージーの置き換えのやつを飲んでいきたいなと思います。おこも、おこも、おこちゃん美味しいシューマイあるじゃん、おこで一緒に飲もう、一緒に食べよう、うん、水で割りました。 200ml の水にこの袋一杯割るんですけど、ちょうどこのいつだか買ったプリンのコップがちょうどこんな感じで量りがついてていい感じでちょうどいいので、こちらのコップを使ってます。今日も飲んでいきたいなと思います。いただきます。ちょっと野菜ベースに
ほんのりバナナっていう感じで、だいぶこの味にも慣れてきました。はい、という感じで明日で3日目になるんですけど、全然夜だけしか置き換えしてないので本当に全然きつくなくて、明日も3日目頑張っていきたいなと思います。はい、頑張ります。はい、ということで今、こっちゃんの保育園のお迎えに行って帰ってきました。今日はちょっと仕事で都内に行っていたんですけど、お昼ご飯をちょっと食べる時間がなくて、もう帰ってきて今5時なんですけど、5時になってしまったんですけど、明日はファスティング日になるので、ドリンクだけで過ごす日になるので、ジムも行く予定もあるので、今日はちょっと食べておきたいなということで、今ちょっとコンビニでコールスローサラダとサラダチキンとあとゆで卵買ってきたので、遅すぎるお昼ご飯をこれから食べていきたいなと思います。もうめっちゃお腹空いてて、ね、でこっちゃんは今帰ってきて、おやつタイム？おやつ？うん、ね、パンね。じゃあお腹も空いたので食べたいなと思います。せーの、いただきます。おー、上手上手。おはようございます。4日目の朝です。今から、体重を測っていきたいなと思います。で、こんな感じで毎日記入しているんですけど、今日が4日目ということで、今日はスムージー5袋で過ごすファスティング日になってます。昨日までの3日間はファスティング前の準備期間だったんですけど、全然この3日間あっという間で、でも軽食があるので、ファスティングと言っても食べれてはいるので、全然ここまでは苦じゃなかったんですけど、今日はちょっとドリンクだけで過ごす日ということで、今日も頑張っていきたいなと思います。じゃあ早速体重を測っていきたいなと思います。4日目の朝です。測っていきます。46.9kg。 はい、ということで4日目の朝は46.9kg でした。昨日よりは減ってるんですけど、じゃあこんな感じで記入しているんですけど、昨日が1日目47kg スタートで、47.3kg、47.4kg で、今日が 46.9kg だったんですけど、準備期間3日間ちょっと増えてはいたんですけど、ジムに通っているので体重は増えてはいるんですけど、体脂肪と筋肉量を測ったら筋肉量が増えてて体脂肪が減っていたので、まあちょっと体重はこの準備期間3日間は最初増えてはいたんですけど、筋肉量を見てよしかなというところです。で、今日は体重も減ってたんですけど、今日も体脂肪が下がっていて筋肉量も上がっていたので、で体重も減ってたのでいい調子かなと思います。体重だけを見るとちょっと、え、なんで増えてるの？と思ったんですけど、筋トレのおかげで筋肉量が上がってきているので、見た目に変化が出てるっていうことなので、今日も頑張っていきたいなと思います。やっぱり思うのが、肌の調子がめちゃくちゃいい感じです。ということで、早速今日1回目のドリンクをこれから作って水に溶かして飲んでいきたいなと思います。はい、ということで、4日目のお昼になりました。今から、ドリンク、今日2回目のドリンクを飲んでいきたいなと思います。動画撮ってたんですけど、間違えて私前の携帯で撮ってしまっていて、
って前の携帯も壊れかけてるので撮っていたものが消えてしまっていました。ショック。せっかく撮ってたのに。 200ml の水にこちらのスムージーの粉を溶かして作りました。これにも書いてあるんですけど、ファスティング期間が一応1週間の7日間で、1週間ファスティングするうちにこの日は乳製品は控えた方がいい日とかもあって、いろいろ書いてあるんですけど、今日はドリンクだけの日ということで本日2回目になります。今日は午前中 YouTube 撮影していて、でお腹が空いてきたのでお昼に2回目を飲んでます。今日はパーソナルもあるので、トレーニング前にもう1回飲みたいなと思います。全然苦ではないんですけど、私食べるの本当に大好きで、今日4日目は1日ドリンクのみの日で食べられないんですけど、もう全然苦じゃなくて、前回もそうだったんですけど、唯一辛いことは大好きなコーヒーを飲めないことです。カフェインって胃を刺激してちょっと負担になってしまうので、ファスティング中はカフェイン摂取しない方がいいみたいで、コーヒーも控えてるんですけど、前回もそうだったんですけど、今回もやっぱり大好きなコーヒーを飲めないのがちょっと辛いです。そんな感じで今日も4日目、ファスティングデイということで、しっかりドリンク飲んで頑張っていきたいなと思います。はい、ということでジムから帰ってきました。早速飲んでいきたいなと思います。ちょっとジム終わった後で今日めちゃくちゃ汗かいて、もうメイクも髪の毛もボサボサなんですけど、頑張ったので早速いっぱい飲んでいきたいなと思います。いただきます。これね、今日は4杯目になるので、あと1回飲めるので、あと1回飲んで今日は終わりになります。明日はドリンクとスープと、この私が今試している、1週間クレンズの中に一緒についてきたお粥があるんですけど、明日はスムージーとスープと、あとお粥の日になるので、ちょっとまた今日明日で頑張っていきたいなと思います。はい、頑張るぞ。おー、ファスティング明けの5日目の朝です。体重を測っていきます。はい、立ってくれ。お、36.3kg でした。昨日よりも 0.5kg 減ったかな。順調です。頑張っていきます。はい、今日は5日目になるので、今日から3日間は回復食になります。今日はスムージーとスープと、あとお粥の日なんですけど、ちょっと夜スムージーにしたいなって思ってるので、朝はこのジンジャースープ、生姜スープにしたいなと思います。早速スープを飲んでいきたいと思います。今ちょうど帰ってきたところなんですけど、今日は保育参観があったので、今保育園から帰ってきました。こっちゃんの保育園の様子初めて見れて、すごい楽しそうでさ、よかったよ本当に。でこっちゃんはもうお昼ご飯も食べ終わっているので、ちょっと私朝時間がなくて、自分だけスープ飲もうと思ってたんですけど、スープ飲めなかったので、今スープを飲んで、もう少ししてからおかゆを食べようかなと思います。今日三つ編みにしたんだよね。かわいい。はい、ちょっとお腹が空いてきたので、おかゆを食べていきたいなと思います。ちょうどこっちゃんが今お昼寝したので、おかゆを食べていきたいなと思います。一応ファスティングの翌日に食べるって書いてあります。レンジで温めてから食べたいなと思います。今温めてきました。こんな感じです。いい匂いする。あ、待って、こっちゃん、お、起きた。おいで、おいで。
ね。ゆきちゃんが今起きました。今日短いね。食べていきたいなと思います。あ、ママゆきちゃん、なんかおやつ食べる？ママ見て、あ、ママ。あ、ね、アパもいるね。うん、待ってね。こんな感じでちゃんと記入もしています。いただきます。昨日がファスティング日で、今日から3日間は一応回復期になるんですけど、今日はスムージーとスープとおかゆの日ということで、また今日の夜スムージーを飲んで頑張っていきたいなと思います。何も書いてあるんですけど、雑穀米のおかゆみたいで美味しいです。塩かけたら絶対もっと美味しいだろうな。雑穀米なのでいろいろ入ってます。なんかつぶつぶしてて美味しい。はい、ということで完食しました。ということで、今日はまた夜スムージーになるので、一口ずつ味わって美味しくいただきました。昨日今日がちょっと食べれなかったぐらいで、その他は食事も取れるし、全く食べれないわけじゃないので、全然苦じゃなくあっという間に終わるのがいいなって思います。あと3日間ちょっとファスティング続けて頑張っていきたいなと思います。はい、夜のスムージーを飲んでいきたいなと思います。いただきます。野菜ベースにほんのりバナナの味がするので、すごく飲みやすくて美味しいです。結構飲みづらいものはこういう酵素ドリンクとか飲みづらい、本当に飲みづらいイメージがあるんですけど、私的にはとっても飲みやすいです。明日は軽食があるので、明日も頑張っていきたいなと思います。ということで帰ってきました。こちらも保育園から帰ってきました。今日はちょっと打ち合わせをして、その後ジムトレーニングをしてきたんですけど、1日都内にいたのでちょっとお昼も都内で済ませたんですけど、食事も気をつけつつ、ちょっとジムでファスティング後なので力が出なさそうだったので、今日はジムもあるのでお昼はしっかり食べようと思って、食事内容、食べるものに気をつけつつ、今日ちょっとしっかりめにお昼は食べました。朝もうすごくお腹が空いてしまっていて、ちょっと食事をしっかりとった方がいいかなっていう感じだったので、今日の朝も、しっかり炭水化物をとって卵かけ納豆ご飯を食べました。で、5日目の夜も置き換えで、今からスムージーを飲んでいきたいなと思います。お花がいっぱい可愛い。おはようございます。最終日の朝です。最終日も頑張っていきたいなと思うんですけど、まずは体重を測っていきたいなと思います。それでは体重計に乗っていきます。体重測っていきます。45.6kg でした。昨日ファスティング明けでしっかり食事をとったのが久しぶりだったので、もしかしたら増えちゃってるんじゃないかなって思ってたんですけど、順調に体重が減っていて、嬉しいですよかった、嬉しい。昨日はファスティング明けだったのでちょっと食べたいっていう感じだったんですけど、今日の方が、昨日しっかり食べれたからか、今日の方が頑張れそうな
感じはしています。それとやっぱりあの肌の調子が本当にめちゃくちゃ良くて、ドリンクも酵素スムージーなのでいいものがたくさん入ってるからか、本当にもう肌の調子がめちゃくちゃいいのも嬉しくて頑張れてます。ということで最終日も頑張ります。おということで、7日間のうち、ファスティングダイエットが終了いたしました。今日で、7日間がやっと終わったということで、結果発表なんですけど、じゃん、体重 45.8kg でした。昨日よりちょっと 0.2 キロ増えてて、ちょっとショックって思ったんですけど、朝はしっかり納豆卵かけご飯を食べて、ちょっとお昼は食べれずで、ちょっともうでもお腹が空いてしまったので、タンパク質はちょっと本当にしっかり取りたいと思って、筋肉量を落としたくないのでタンパク質しっかり取ろうと思って、プロテインとプロテインバーは食べて夜スムージーって感じだったので、結構減ってるんじゃないかなってちょっと期待していたんですけど、ちょっと 0.2 キロ増えてしまってではいたんですけど、体脂肪と筋肉量を測ってみたら、体脂肪が昨日よりも 0.1 減っていて、筋肉量も 0.2 かな増えてたので、まあ、ちょっと体重は増えちゃったんですけど、見た目的に、まあ、筋肉量が増えているので、その筋肉ってやっぱり重いので、それでかなって思いましたそう思うようにしてます。一昨日しっかり筋トレもしているので筋肉がついたのかなと思ってます。ということで結果こういう感じです。始める前から 1.2 キロ体重が減りました。いやでもまずは頑張った一番しんどかったのはこの回復期の6日目の朝かな。その4日目ドリンクだけで過ごす日で、その次のドリンクとスープとお粥で過ごした後の6日目の朝がちょっともう、あ、ご飯食べたいな、寿司系食べたいなっていう感じで、でもまあちゃんと筋肉量も上がりつつ体重も減ることができたので、頑張れたんじゃないかなと思います。体の変化はやっぱりすごく短期間だけど、会う人にすごく本当にすごい痩せたねって言われるのが本当に嬉しくて、あ、ちゃんと見た目も変わってきてるんだなって嬉しかったんですけど、自分でも写真とか撮ったりとか鏡を見てすごく実感してるんですけど、フェイスラインがやっぱりすごいすっきりしたなと思って、私太ると顔にすごくつきやすいんですけど、余計なものを食べていないのでファスティング前よりも顔もすごいすっきりしたし引き締まったなっていう感じはすごく実感していて、であとはもうだからこのファスティング中に何回も私言ってたんですけど、肌の調子が本当に良くて、今日も下地とコンシーラーのみ、ファンデーション塗ってないんですけど、最近なんかそういう日が多くて、本当に肌の調子がめちゃくちゃ良くなりました。ニキビとかもできないし、肌の透明感っていうのかな、調子が良すぎてやっぱり余計なもの食べてないし、もう本当にとりあえず 1.2 キロのダイエットに成功して頑張れて良かったなって思ってます。私このファスティング2回目なんですけど、前回1回目の時は3キロ落として、でそこから1キロ落として、次のファスティングまでに完全にこう戻りきらないように、多少戻りきっちゃうのはちょっと仕方のないことみたいなんですけど、頑張って3キロ落として、次のファスティングまでにまた1キロ落として4キロ痩せてた状態だったので、なのでちょっと前回ほどは体重が減らなかったかなっていう
感じです。はい、ということで私の撮影も時期なので撮影に向けて今の体型を維持しつつ体調は第一に気をつけつつ雑誌の撮影に向けて体も引き締めて頑張っていきたいなと思います。それとこの7日間にしたことなんですけど水を毎日2リットル飲むようにしていました。ダイエットについて質問を結構たくさんいただいていたので私はファスティング置き換えダイエットと筋トレで運動してで、食事普段の食事気をつけてあとは水、本当にお水をたくさん飲むと肌も綺麗になるしダイエットにもいいのでたくさん水を飲むようにしていました。食事も高タンパク質、低脂質を意識して心がけて食事するようにしていました。雑誌に向けて頑張っていきたいなと思います。はい、ということで私の7日間ファスティングダイエットでした。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。